元フランス代表 MF フランク・リベリ氏が、来期からバイエルンのユースコーチに就任する可能性があるようだ。イタリア、スカイ、が報じている、2022年10月に現役を引退したリベリ氏は、すぐに最後の所属クラブとなったサレルニターナのテクニカルコーチに就任し指導者の道をスタート。これまでパウロ・ソーザ監督、フィリッポ・インザーニ監督、ファビオ・リベラーニ監督の下でコーチを務めてきた。しかし、 今季のサレルニターナは、ここまで2勝8分け19敗で最下位に低迷。19日には、今季3人目の指揮官となったリベラーニ監督の解任と、ステファノ・コラントーノ氏、61の新監督の就任を発表した。スカイによれば、古巣であるバイエルンが来季のユースチームのコーチにリベリ氏を招聘する可能性があると報じており、 同志ジャーナリストのジャンルカディマルツヨ氏はリベリ氏がされるニターナからコラント王の氏のコーチングスタッフ入りの要請を拒否し、現在も家族と共にドイツに滞在していると伝えている。